スタートしました。先行争いです。広がりました。うちの方からルッセカッテル1番ロケットビーン、ロケットビーンが花に立ちました。岡部誠先行、2番手2番ルッセカッテル、3番手から4番のピンクバレットが上がっていきまして、前は3頭です。あとは3馬身ぐらい遅れました。9番ダーダネレス、内に6番サンダカン、あとは8番メイケイオリオン、1コーラーをカーブ。その後ろは4馬身ぐらい切れて5番のマイネルシーカー追走、さらに3馬身切れました7番エイシンシルキー、最後方に3番のレッドプルーフです。各馬が800を切って向こう上面直線コースへ。先行1番のロケットビーンであります。岡部誠リードが1馬身半、2番手今日は控えて4番ピンクパレット、2番手3番手3頭固まって8枠2頭外からメイケイオリオンダーダネルスであります。やや下がった2番ルッセカッテル3コーナー、逃げる1番ロケットビーン、リードを2馬身3馬身と広げていきました。2番手は4番ピンクパレット、外からは8番メイケイオリオンに9番ダーダネルス加わって2番手3頭固まって、その後ろから5番のマイネルシーカー差を詰めてまいります。4コーナーカーブはリードを保って1番ロケットビーン先頭直線コースへ。さあ2番手3頭広がった、外からはメイケイオリオン、間はピンクパレット、内からはダーダネルスの争い、その後ろはマイネルシーカー、先頭はロケットビーン、逃げ切ってゴールイン。1番のロケットビーン、移籍初戦を飾りました。1番人気に応えた岡部誠騎手は今日4レース5レースと連勝です。